小倉競馬場第4競争は第25回小倉サマージャンプ JG3 芝 3390m の競争です最後10番の浅草元気3連覇を目指して今ゲートインスタートしてまずは第5号の池垣障害を目指しますスタートしましたさあ先行争いから間からスーッと5番の渚 リバーシブルレーン前に出て第5号の池脇踏み切って冷えつしていきましたここで渚が先手をどうやら取り切ったかそのうちから北欧メビウスがすっと2番手リバーシブルレーンは3番手そして帝王ソクラテスが後位の一角に取り付いてその外に浅草元気あとは下がりました2番のイベリアが追走していますさらに外体半分差6番のポルトラーノが追走後方からは4番のマイネル・バッサー外1番の新軍上位と続いて 一番後ろから運ぶ7番のディアマンミヌルですさあ向こう上面2つの連続障害ですまずは第1号の池脇障害先頭ですが渚前に出て新軍上位2番手に上がって踏み切って飛躍さあ続きまして渚4馬身のリードをキープしてさあ第2号の池脇障害踏み切って飛躍しましたリバーシブルレーンが2番手北高メビウス3番手新軍上位浅草元気 ストに,にいるのが6番のポルトラーノという体勢ですさらに内から帝王ソクラテス中段から少し下がったところからレースを運んでいますマイネル・バッサーがいてあとは2番のイベリア後方から2投目ほぼ並びかけてきた7番のディアマン・ミドルですさあ各馬がこれからたすきのコースへと入ります第3号の池垣障害そしてその後にはバンケットが待っています5番の渚渚先頭一番新半のリードをキープして第3号を踏み切って今冷えちました リバーシブルレーンが2番手その後の3番手集団が固まってまいりましたさあこれから 2m76cm バンケット障害を駆け上がってそして駆け下ります5番の渚先頭ですさあこれからコースを順回りになりますリバーシブルレーンが2番手の位置です そして、六番のポルトラーノは、三番手浅草元気、四番手から三番手に接近。マイネルメビウ、その走行方からは、三番の北港メビウスが中段の外目を追走、内から進軍上位です。そして、その後方から七枠領馬、デオソクラテス、ディアマンミノル、そして。 高校から2等目4番のマイヌルバッサー、一番後ろになった2番のイベリアです。さあ、正面スタンド前連続障害です。第5号の池脇障害、渚先頭を踏み切って、冷えつました。リバーシブルレーンが、2番手の位置です、3番手、浅草、元気です。続きましては、蓄作障害や高めに設定されてあります。先頭5番の渚、渚、先頭で踏み切って、冷えつ。2番手、二6番のポルトラーノが上がりました。リバーシブルレーンと差がない。今度は、水郷障害、第7号、渚先頭、冷えつ。そして、ポルトラーノが現在、2番手に上がって、前に詰めていきました。リバーシブルレーン そしてその後方からはすっと9番の10番の浅草元気や今季現在4番手の位置を占めていますテ王オーソクラテスさらにはディアマン・ミノリマイネル・バッサー北光メビウスは後方から3頭目になって新軍上イベリア後方2頭並んでいますさあ今度は向こう正面2つの障害が待っています第2号から飛えです先頭は渚2番手6番のポルトラーノほぼ並ぶように第2号を踏み切って飛えしました リバーシブルレーンは三番手、浅草元気は四番手、さあ第一号です。渚さに今度は変わりまして六番、ポルトラーノが先頭と変わりました。ピッチが上がります。ポルトラーノが先頭、渚現在二番手の位置、三番手リバーシブルレーン、浅草元気、そしてその後方から四番マイヌルバッサー、外は八番の帝王ソクラテスです。さあ各馬これから三コーナーをカーブして三四コーナー中間です。再び先頭を奪い返した五番の渚、渚先頭一番真んのリードを取りました。浅草元気動いていきました。さあ浅草元気が動いていって。 今、2番手から前に接近する構え、外からは帝王ソクラテスが接近、ダートコースを今横切ります、残す障害はハードル障害い、高さ1 2ーあと1つ、先頭は渚です、浅草元気、2番手、帝王ソクラテス、2番手に上がって前に迫る、踏み切って冷えちました、浅草元気、今度は外からすっとかわした、かわした、帝王ソクラテスがかわしました、帝王ソクラテスが上がりました、前に出ました、そして渚、2、3番手争いです、先頭八8番の帝王ソクラテス、帝王ソクラテス合輪、ゴーン、帝王ソクラテス、最後はかわしきりました。 そして逃げて粘った5番の渚最後はおっと単独2番手は確保おっと今入戦後入戦後帝王ソクラテスジョッキー落馬しています入戦後落馬ということになります小倉競馬第4競争今帝王ソクラテスは空馬となりまして今ちょうど2コーナーあたり小倉競馬第4競争第25回サマージャンプ ここからサマージャンプ JG3 最後の最後8番の帝王ソクラテスが粘り込みを図ります5番の渚をかわしきっていますタイムは3分47秒2です8番の帝王ソクラテス勝利2着5番の渚3着4番マイネル・バッサー4着10番浅草元気5着は2番のイベリアで点滅を始めておりますなお勝ちました8番 帝王ソクラテス小坂忠正騎士の騎乗公営トライ以来3度目の小倉サマージャンプ制覇になります。勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。